硫化鉄鋼は、鉄の硫化鉱物である木鉄鋼、白鉄鋼、自流鉄鋼など、硫酸や鉄の原料となる鉱石の総称。柳原鉱山の硫化鉄鋼日本における硫化鉄鋼の交代は、火山採設岩層アルプス地鉱者発展期での初期段階のものとされる、中心夜のスピライトケラトフフや岩系の岩石体に集中している。トカチダケや、 九十山などの活火山では、このような方法で、硫黄採掘に従事する鉱山が点在していた。硫化鉄鋼から得られた硫黄は、自然硫黄や鉱鉄鋼フェニが、硫酸や硫酸アンモニウムの原料であった。戦国時代には、鉄砲用の火薬の原料として、明治時代には、マッチの材料として、使用された。1950年代の朝鮮戦争時には、 硫黄の市場価格がつり上がり、黄色いダイヤと呼ばれ、当時高工業の花形にまで成長した。しかし朝鮮戦争後は、石油の生成工程で不可欠な脱流処理によって、硫黄が副次的に生産されるようになって、硫黄の購入コストが下がり、また、硫酸も石炭や銅、鉛、亜鉛の精錬による、排ガスから製造されるようになったため、日本では自然硫黄や、 医療や鉱鉄鉱生成目的での硫化鉄鉱は全く使用されなくなった。このため1972年にはすべての洋鉱山や硫化鉄の鉱山の大半は廃山となった。岡山県三崎町の柳原鉱山は硫化鉄鋼の鉱の交渉で、かつては東洋一の規模を誇ったが、需要源により1991年閉山。ありがとうございます。